だってもうネクラでしょ。あのごめん、クミちゃ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 ん、ごめん、あの悪口今は許す。終わったらぶつ。あの終わったらすぐ言え。俺もぶってよ。で、エムが一人いた。言っていく。機械とか、なかなか預かれ。あ、そうだ、アナログ人間から忘れてた。だから最近のゲームとかやりたくても、Wi-Fi とか繋がなきゃいけなかったりとか、ネット環境がどうなってるじゃん。わかんないの。あ、やばいやつだ。そうだ、忘れてたわ。忘れてた。この子、携帯使わせないんですよ。あ、中身はじいちゃん。中身は高齢者。いや、本当にわかんないで、Wi-Fi ってなんだろうっていうのも、本当に今年気づいた。Wi-Fi って、こうして、こうして、こうして。こうして。うん。まあ、それが Wi-Fi。めっちゃ嘘教えるやん。まあ、死んでるからね。頭弱いわ。来ます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 来てないです。じゃあ今の来てないな。じゃあ今の言うか。うん。私マジで来た。キャッチキャッチする。キャッチした。ここで暗証番号って暗証番号。ヒーフーに。ヒーフーに。やめなさい。違うんですよ。あの全然違うんですよ。だからあのもうちょっと勉強してこ、機械について。いや、分かってるよ、分かってる。ヒーフミにちょっとつくもうやなんだそのヒーフミ、ヒーフミなんかあのベイブのバーラーミーなんだそれ。いや、今日ね、今日適当なボケしてもあの芸人さんが、芸人先輩が拾ってくれるかなって。いや、先輩だったら将来はあれだね、芸人の方に進んでいこうと思って。そうだね。あ、そう、芸人やもんね。そう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 、もうよく分かんないけど、何、俺芸人になるようになる。なんで今回出なかったのか、謎だもん。M1? 1回戦としたから。あー、うん、出た、出ましたもんね。いや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 、名前が違った。言っていい、言っていい、俺が M1 出たら今日クルーズ TV 出れねえじゃん。あー、1回戦のスマホでしょ。いや、言っていいですか、いいんだよ、言っていいですか、言っていいですか、言ったな、言ったな、言ったよ、うん、5年後で、うん、何なん、結構来年でもまだ1年後とかまだ分かるけど、5年か、5年後では。いや、でも1回そのクルーズ TV でそういう話になって、アーティストの子2人レギュラーの子がいるんですけど、私と翔平くんでそういう話になって、 M1 とかキングオブコント、あれ1回戦だったらフリーの人とか結構出てたりとかするじゃないですか、うん、っていう体で思い出作りでもいいし、行っちゃえば1000万円だぜみたいな。そうや、そう、出ようめ、出ようよみたいな。まだしないでよ。え、無理無理無理、こいつとは無理。ちょっと待って、ね、うん、出るまでは全然問題ない。あの会場出てどうもーって言うのは全然 OK。 それまでの移動時間がきつい。そこそこ待ってる時間がね、待ってる時間長いのにあるね。もうでもクミちゃん頑張ろうね、絶対優勝しようよとかなく、2人で多分クミちゃんの方で携帯いじってるでしょ。多分俺は携帯のいじり方が分かんないから、こうどうすればいいかって迷って。そうそう、グーグルね、ヘイシリーとか言ってるもん。そんな感じあるんだって、ね、でも、R1 出たら一人で、一人で俺何すんの、裸芸。あー、100%とかだって。やっぱそうだよ、それ20%。それこそあとサンミュージック、うん、だから見える感じで、20% 見える感じで、見えるか、20% 見せられるの。そうそうそう、80% 見せる。ちょっと待って、すごい、俺こんなにゲストに下ネタ持っていかれるの初めてなんだよ。あの女性ゲストだからね、下ネタダメなのよ。そう、だからすごい首欲しいもん。全然楽しくねえんだけど。下ネタ全然楽しくねえんだけど。全然こんな下ネタちゃうんで、全然ね。全然全然ちゃうよ。え、なに、普通におちんちんとか言っちゃうでしょ。あ、そのゲストじゃないですね。うんまーおっちまで行こうじゃん、おっちまで行こう、その後教えてなって言った。おちくそー。早く配信終わってかな。すげえ泣きてえ。すげえ福永翔平今日泣く。アメブロ加工。じゃあもうこれはね、ごめんなさい、もう僕がね変わりますから、龍馬。いやいや違うよ、変わってない。ピーマン言ってたことは龍馬言わへんから。そんなこと、そうだよ、うん、いや龍馬遊びになったの、うん、でも言わへんから言うから。いや知らないと思うけど、あの、うん、山口県の下関で龍馬さんはすっごいあのそういうピンクのお店に行きまくって、お嬢さんがすごいブチ切れたっていう書式が残ってる歴史があるんですよ。でも翔平君は楽屋中行ってるよね、そう思えば。そうやね。俺は毎週木曜と日曜がクルーズじゃって、本当に。で、その後行ってるんだろ。行ってないって。たまに繋がってるやん。今日は外れたなって。今日はあの子外れて指名するべきかって。だからいつもあの先に帰るんだね。そう、お先に行ってやっぱ行ってんやろね。お疲れっすみたいな。なんか大事な電話があるって言いながらね、予約してたしね、何屋さんいますか。俺さ、俺大丈夫ですか今日この配信。イエーイ。
僕もです。まさかのこんなん言ってますけど、マジでわかんないですよ。キャバクラです。キャバクラと、まあ、2回ってことなんですよ。会社のあれで。で、あの、ランジェリー、ランジェリーじゃない、なんですかね、あの、ラジェリー、の、大人が飲むところ。大人が飲むところ。ラウンジ。あ、ラウンジ。あ、はいはい。ラウンジ。ラウンジ、ラウンジってな。ラウンジって、キャバクラの。スナック、スナック、スナック。わかんないですけどね。なんか、クラブとかそういうこと。あ、なんか、なんか、はい、着物の女性が女帝とかさ出てくるような着物の女帝っていうあの女帝っていうさあの DVD あのドラマがあったのああそうそうそうだからキャバクラじゃないのあれはキャバクラじゃないクラブになるのかな俺らすごくない俺らすごくない最初はこの番組が熱く政治だったりとか日本の環境について真面目に語る番組でーすってこう、ホラー吹いておいて、中身開けたら、タバクロってさ、ラウンジあれみたいな。いや、やっぱ違いが分かってないけど。だから、田舎育ちだから、怖くて、そういうところが。だから、病気になるとか、あの、なんか、ぼったくられるとか、絶対入っちゃいけない場所っていう、教えをされてるから。病気っていうのは、やっぱ偏見な言い方がちょっとあるとあれだけど、やっぱりほら、そういうね、女の子たちに罪なくても、そういう病気を持っても行く人たちがいるじゃん。そういうのってやっぱ女性がかわいそうだなって思うし、やっぱり本当になんだろう、そういうところがあるから女性、ま、女性のね、あるから男性は助かるっていう部分もあるから、需要的なものでは全然いいのよ。だってその分やっぱお給料も多分きっと高いだろうしさ、だからそういうとこ行ったことないから本当にわからないけれど、だから事前に勉強できたら行きたいの。あ事前に教室があって、こういうとこ大丈夫ですよと。うんうんうん。っていうのあれば、確信があれば。男の人ってみんなでさ、みんな行ってるもんなんじゃないの？キャバクラは行ったことあるけど、あるキャバクラあるあるけど、なんだろう、そんな、ないね。あ、そうなんだ。え、じゃあみんな行ってるもんだと思ってた。だからキャバクラ、おっぱい触っていいと思って、触ったら坊ちゃんめっちゃ怒られた。おっぱいは触らないけど、喋れなくなる。あ、女の人、あのドレス着た綺麗な女性が隣に座ったら、今顔赤くなってるよ。出る、出る、恥ずかしい。あの、なんだろう、どこ見てるか、だって女性ってさ、こう胸とかこうドレス着るとさ、分かるじゃん。でも見てるのって分かるらしいじゃん。そういうのが分かるよね。今。視聴者に向けて言っちゃった。まあ、クミちゃんはね、全裸でも別に見ないんだけど。おい、見ろよ。見ろよ。気遣えよ。ないわ。なんでクミちゃんの。気遣えよ、ほら。なんでクミちゃんの。なんでクミちゃんの。ラブラブすんな、その二人。引きずりますぞ。ラブラブすんな。ラブラブすんな。誤解があるかもしれないですけど、ここ何もないですから。本当にまあ、何もないって言ってるやつほどやってる。本当に、あの、びっくりするぐらい。で、でも僕もわかるんですよ。相方が。女性だからよく言われるんで、言われるんですけど、普通に、でも逆やったら思うでしょ、なんかあるんじゃないかな。あー、でもそういう、あの、ちゃちゃは入れる、とりあえず。そうそれこそこの間アーティストの後輩連れてきてくれたじゃん、男女の。あー、今度は10日に出るんですよね。そう10日、俺がほらいないからゲストで、はい、2人入りますと。まだね。やっぱり男女一緒にいると、あの、ここ絶対なんかあったでしょ、とりあえず突っ込んじゃう。俺ね、ないのよ。でもね、あの二人ね、俺後輩だから、可愛い後輩だから言うけど、本当何もないと思うんだけど、一つね、気にかかってることがあって、俺が MC やってるじゃん、うん、やってるじゃん、うん、MC 座ってたじゃん、うん、それをね、すっげー嬉しそうにツイッターにつぶやいてたの。だから、早く俺がいるときに来ねえかなと思ってさ、やめろ早く来ねえかなと思って、早くおいでー。MC の席取り合わないでください。あげませんけど。でもそれこそ次逆になってるの。いや、だからワンとそれしようよ。え、だからこことここが逆になったの。入れ替わる話してる。いや、ほんとごめん、クミちゃん、お前、うん、いいよ。別にその MC とか MC、俺がん、まあ、頑張るから、うん、頑張るから MC 交代はさせたくないけど、もし変わったとしても、一つだけアドバイス。俺、大津さんと変わってしまったら、だいぶうるさいけど大丈夫。だいぶうるさい。それは正解。それは辛いかな。辛いかい。それはちょっとな。もう入ってるやん。一日で入ってるやん。だから、ごめん、俺で我慢しといて。そうだね。俺も必要でしょ。必要だわ。やめろ。終わった。また最初に戻ってる。ループやでもね、俺ね、本当にクミちゃんとは何もないよ。なぜだろう、一緒にさ、この間出したらすごい申し訳ないんですけど、ご飯とかも行ったことない。ない
ね、あのね、くくみでやってるけど、本当にご飯を食べてる。じゃあちょっとここで行ったら嫉妬するやろ。え？ここで行ったら嫉妬するやろ。なんか多分、あの、すみません、よろしくお願いします。後輩をして可愛い後輩だなっていう感じあるけど、なんか想像してないみたいな。いやいや、そんなことあるよ。おい、女の子だぞ。いや、クミちゃんを持ち帰るってなったら、ある程度、もう結婚まで考えてください。確かにだけど、あるよね。持ってかしまったらもう責任取らなきゃ。やばい、そうよ。クミちゃん結婚でしょ。クミちゃんの結婚でしょ。やばい、世界の生贄だよ。全世界の男性の生贄だよ。全宇宙だよ。全宇宙、全宇宙だな。視聴者の人もそうですけど、私は持ち帰ろうと思う人はもう結婚まで考えて持ち帰ってください。本当に全員ね、みんなは全員、世の中の男性。まだ、じゃあクミちゃん持ち帰ったら何がいいこと。得点。婚姻届出てくる。みんな出てくるよね。みんな出てくる。そういうのも多い、逆に今。マジ。じゃあ料理の前、あ、質問があります。あの、クミちゃんを持ち帰したそれは、あの、資源ゴミで出せばいいんですか。誰がゴミや。粗大ゴミですか。やめろ。誰がゴミや。燃えないでしょ。いや、燃えるわ。どっちかに言ったら燃えるわ。お願いがあります。絶対に不法投棄だけは問題になっている。やめてあげてください。